昭和の怪物江川卓、落差の大きいカーブに加え、相手打者がストレートだと分かっていても打てない驚異のストレートを武器に活躍してきました。スピードガンの表示こそ140キロ台でしたが、その体感速度はもっと速かったと言われています。ストレートとカーブの2球種しかない江川氏ですが、なぜバッターはストレートを捉えることができないのでしょうか。そこで今回は江川氏のストレートの速さの秘密について4つの観点から考察するとともに、江川氏の現役時代を知らない方のために経歴についても簡単に紹介します。経歴、江川氏はアマチュア時代から数々の伝説を残してきました。栃木県の名門作新学院時代は公式戦でノーヒットノーランを9回、完全試合も2回達成しています。もちろん甲子園での実績も圧巻です。江川氏が3年生の時に出場した1973年の選抜では4試合で60個の奪三振を記録しました。当時から50年近く経っていますが、未だ破られていない大会記録です。特に準々決勝の今治西戦では20個の三振を奪っています。江川氏の高校時代について、当時銚子商業に在籍し、後に巨人でチームメイトとなる篠塚和則氏は江川氏との初対戦をこう振り返っています。自分のタイミングで振り出そうとした時にはもうボールがキャッチャーのミットに入っていた。見たこともない速い球だった。後にプロで首位打者を2度獲得するほどの打者が思わず舌を巻くほどのこの発言から、江川氏がいかにすごかったのかがお分かりいただけるのではないでしょうか。その後江川氏はオリックスの前身阪急からドラフト1位指名を受けますが、法政大学へと進学。進学先の法政大学でも4年間でいずれも歴代2位の通算47勝443奪三振と圧巻的な記録を残します。その後2度目のドラフト拒否やかの有名な江川事件など紆余曲折を経て、1978年に巨人へ入団することになりました。巨人入団後、入団1年目の1979年シーズンこそ9勝10敗と負け越したものの、翌1980年には16勝12敗、防御率 2.48 という成績で最多勝利のタイトルを獲得。そしてプロ3年目の1981年には他を寄せ付けない圧巻の成績を残します。最終的に20勝6敗、防御率 2.28 という成績で2年連続の最多勝利に加え、最優秀防御率、MVP のタイトルも獲得。また1984年に出場したオールスターでは驚異の8連続奪三振でファンを魅了しました。現役時代3度の三冠王を獲得した落合博満氏に、早かったぜ、あれでなんで公式戦で打たれるの?と言わしめるなど、パリーグを代表する打者たちを手玉に取りました。その後も江川氏は引退する1987年まで毎年2桁勝利を挙げる活躍ぶりで、現役期間は9年と長くはないものの、通算135勝を記録しました。現役引退後はテレビ中継で解説を務めたり、人気スポーツニュース番組でコメンテーターを務めたりするなど幅広く活躍されています。いよいよこれからは江川氏が現役時代なぜストレートで数多くの三振を奪えたのか、そのストレートの秘密について考察していきます。驚異的な回転数、一番の理由として江川氏が投げるストレートは他のピッチャーが投げるストレートよりも回転数が高い点にあります。ピッチャーにとってボールの回転数は重要な要素の一つです。一般的にボールの回転数が高ければ高いほどバッターはボールがホップするかのように感じられると言われています。篠塚氏は江川氏の球の回転について以下のように語っています。江川さんが投げる球はキャッチボールからして違っていました。短い距離からだんだん伸ばしていって、一番遠くから投げてもまだ回転がいい、遠くから見ても回転の良さが分かりました。こういう回転があったからこそ打者にホップする印象を与えたのだろうと思います。篠塚氏の発言のように、江川氏の球の回転数は科学的にもすごいことが明らかです。驚異的な回転数が明らかになったのは、江川氏が2021年まで出演していた人気スポーツニュース番組 Going スポーツ&ニュースの企画でのこと。番組は江川氏のストレートの秘密を探るべく、現在ソフトバンクに対戦相手の情報を提供しているライブリッツ社に分析を依頼。分析の対象となったのは、江川氏がプロ9年間で最も早かったと語る1981年に20勝を達成した時の試合です。最新の技術でボールの回転数を解析した結果、1分間の回転数を示す RPM が2750あったことが判明しました。しかしこの数値を聞いてもピンとこない方が多いことでしょう。そこで番組は江川氏以外にも平成の怪物松坂大輔選手やマックス165キロを誇る大谷翔平選手、令和の怪物佐々木朗希選手の回転数も計測。解析の結果、
3選手とも回転数は2500台で、江川氏とは200以上回転数に違いがあることが判明。この結果から江川氏のストレートがいかに別格だったかがわかります。では一体なぜ江川氏はこれほどの回転数を誇るのでしょうか。その秘訣について江川氏は少年時代の川での練習を挙げました。当時川幅が80メートル以上ある川で、毎日対岸に向かって石を投げる練習を行っていたという江川少年。何でも石を投げ続けるうちにリリース時の指のかかり具合が磨かれたそうです。垂れないストレート、先ほどの回転数と話が通じるところもありますが、江川氏のストレートは通常のストレートの軌道よりも落ちにくい点が挙げられます。先ほどのライブリッツ社の解析結果では、ボールの回転数以外にもホップ成分の値も明らかになっています。ホップ成分とは、プロ野球の平均的なストレートの軌道に対してどれだけ高い位置でミットに届いているかの差を表した数値です。わかりやすく言うなら、伸びのあるストレートとも表現できるでしょう。かつて阪神で守護神として活躍した藤川球児氏もホップ成分が高いことで知られています。分析の結果、江川氏のホップ成分の値は NPB の平均より 23.4cm 高いことが判明しました。ホップ成分が平均よりも高いことにより、バッターからすると通常落ちるはずの軌道が予想より落ちない、速いと感じられ、空振りしやすい球質になるとライブリッツ社の村沢氏は語っています。他の先発投手と比較してストレートの球速が高い。3つ目の要因として、江川氏のストレートは単純に他の先発ピッチャーのストレートよりも球速が速い点が挙げられます。江川氏が20勝を達成した時の試合の球速は140キロ台でした。140キロ台と聞くと、他の先発ピッチャーが投げるストレートとそれほど差がないと感じるかもしれません。ただ当時と現代とではピッチャーの投げるボールを計測する方法が異なります。江川氏が現役の頃はバッターに近い終速で測られていたのに対し、現代では投げた瞬間の初速で測られています。そして江川氏の当時のストレートをライブリッツ社が初速で計上した結果、158キロあったことが判明しました。その差は実に10キロ以上もあります。また他の先発ピッチャーと比較しても、江川氏の初速は群を抜いていることがわかります。このデータはスポーツビジョン社が2012年から2014年の3年間にわたり計測したデータです。日本を代表する先発ピッチャーの田中選手、ダルビッシュ選手、松坂選手と比べても、江川氏の初速はズバ抜けて速いことがわかります。その上、現代は150キロ超えのストレートを投げるピッチャーは多くいますが、当時は150キロを投げる選手は多くありませんでした。その事実は人気野球ゲーム実況パワフルプロ野球の選手データから明らかになっています。最初にパワプロが発売された1994年は150キロを投げるピッチャーはわずか5人でしたが、25年後の2019年には206人を記録。また割合についても、1994年が約 6% だったのに対し、2019年は全体の半分近い約 48% となっています。このように先発ピッチャーでありながら158キロという球速を誇り、なおかつ当時は150キロ超えのストレートを投げる選手が少なかった点も、江川氏がストレートで多くの三振を奪えた要因と言えるのではないでしょうか。リリース時の左足の使い方、これまで最新の技術の分析結果から江川氏のストレートの秘密を考察してきましたが、江川氏のピッチングフォームも大きく関係していると考えます。特に興味深いのは、現在ソフトバンクでプレーしている和田剛選手の分析です。和田選手といえば、大学時代にそれまで歴代最多であった江川氏の443奪三振を25年ぶりに更新したことでも有名で、和田選手が記録した476奪三振は今もなお破られていません。そんな和田選手は、江川氏の左足がついてからバッターへ投げるまでの間が長い点に着目、それにより打者はタイミングが取りづらいのではと分析しています。また投げる直前に左足に体重をより長く乗せることで、ボールの球威も増す効果があると述べています。和田選手の発言のように、他のピッチャーとは一味違うピッチングフォームも数多くの三振を奪えていた要因の一つと言えるのではないでしょうか。ということで、今回は江川氏の経歴を振り返るとともに、江川氏のストレートの速さの秘密について考察しました。8年間に及ぶ監督在任期間、すべての年で A クラス入りを果たし、リーグ優勝を4度達成した落合博満監督。その手腕は高く評価されている一方で、気難しい一面があるのもまた事実です。中には落合監督の采配や性格が合わず、確執が生まれてしまった選手も。今回は特に確執が噂されている落合氏と立浪和義氏の関係について紹介します。2人の関係。
かねてより確執が噂されている落合監督と立浪選手ですが、2人の出会いは1988年。当初は落合監督ではなく落合選手としてドラフト1位で中日ドラゴンズに入団した立浪選手とチームメイトになったことが始まりです。落合選手はロッテ時代に三冠王を3回獲得した後、1986年オフに中日へと移籍。ミート力、長打力、勝負強さを兼ね備えた球界屈指の強打者として期待されます。その打棒はセリーグでも健在で、移籍初年度の1987年は打率3割3分1厘、ホームラン28本、打点85の成績を残し4番へと定着しました。そしてその年のオフ、中日にドラフト1位で指名されたのが PL 学園高校の立浪選手です。立浪選手は高校3年生の時にキャプテンとしてチームを引っ張り、甲子園春夏連覇を達成します。3年夏の甲子園では21打数9安打ホームラン2本を放つ大活躍で、スカウトからの評価が急上昇。南海、中日の2球団がドラフト1位で指名し、交渉権を引き当てた中日に入団しました。こうして中日入りした立浪選手は高卒ルーキーながら1年目から頭角を現します。2番ショートの開幕スタメンを勝ち取り、プロ初ヒットをマークすると、そのままショートのレギュラーに定着。打率は2割2分3厘ながら規定打席に到達し、盗塁22、犠打21を記録します。さらには高卒ルーキーとしては史上初のゴールデングラブ賞を獲得し、新人王にも選ばれる活躍でプロのキャリアをスタートします。その後の立浪選手は3年目の1990年に自身初の打率3割、1993年にはキャリアハイとなる16本のホームランを放ち、中日の主力選手へと成長していきました。一方の落合選手も中日在籍7年間でホームラン王と打点王に2回ずつ輝き、ベストナインを4度受賞。チームに欠かせない4番打者として大きく貢献しました。落合選手は1993年オフに FA 宣言を行い、中日を退団。巨人、日本ハムと渡り歩き、1998年に現役を引退します。その後は野球解説者や評論家、時に臨時コーチとしてプロ野球に携わる中、2004年に中日の監督に就任。落合監督は就任会見で、この1年は補強を凍結し、個々の選手の能力を 10% 底上げして日本一を取る。勝負事ですから負けるつもりではやりません。まあ選手たちには泣いてもらうことになるでしょう、と宣言します。ちなみにこの時中日の看板選手は立浪選手。落合監督が現役を引退した後も着実に実力を伸ばし、ミスタードラゴンズと呼ばれる中日の中心選手へと成長していました。こうして2人の関係は同僚から監督と選手へと変わり、再び同じユニフォームを着ることになるのでした。落合監督と立浪選手の確執。1988年から1993年まで一緒にプレーした同僚時代の関係性は明らかになっていませんが、監督と選手の関係性になってからの確執についてはプロ野球界でも有名な話です。なぜこのようになってしまったのか、二人に確執が生まれた出来事は大きく分けて二つあるようです。立浪選手の特別待遇を落合監督が撤廃。まず落合監督が立浪選手の特別待遇を撤廃したことです。2004年の落合監督就任時、チームの顔は立浪選手でした。立浪選手は落合選手が退団した1993年以降も中日一筋でチームを支え、2003年には2000本安打を達成。また史上初となるショート、セカンド、サードの3ポジションでゴールデングラブ賞を受賞するなど大活躍。また1999年から選手会長、2001年オフからは日本プロ野球選手会理事長に就任するなど、球団内外問わずまとめ役として貢献。次第にミスタードラゴンズと呼ばれる存在となりました。そしてそんな立浪選手のために、球団側や首脳陣、チームメイトは好待遇を用意します。例えばドーム入り口の一番近くは立浪選手専用の駐車場になる。移動の飛行機も遠征先のホテルの部屋もまず立浪選手のものから手配。ベンチでは前列、真ん中が指定席。スタメンから外す場合は事前に立浪選手に説明するといった具合です。ただ
就任1年目のキャンプ初日に紅白戦を実施したり、開幕投手に過去3年間一軍登板のなかった川崎健次郎選手を抜擢したりと、全選手の競争を促す落ち合い野球には立浪選手の特別待遇はそぐわなかったのでしょう。チーム内に立浪選手を崇拝する選手も一定数いたようですが、落合監督はこの特別待遇を認めません。立浪選手を他の選手同様に扱うだけでなく、就任3年目の2006年にはレギュラーすらも剥奪し、森野雅彦選手と競争させることを決定します。もちろんプロ野球は実力主義の世界ですから、主力選手のレギュラーが剥奪されるのは珍しいことではありません。しかし2006年シーズン途中から立浪選手は干されたとも捉えられるほど立場が追いやられていきました。起用法の冷遇。立浪選手が冷遇されたきっかけは、6番サードでスタメン出場した2006年7月の対広島戦と言われています。中日1点リードで迎えた7回表、ランナー1・2塁の場面、2塁ランナーが盗塁を試みた場面で事件は起こります。キャッチャーが3塁に送球した時点では完全にアウトのタイミングでしたが、深めに守備位置を取っていた立浪選手のベースカバーが遅れ、ランナーにタッチできず進塁を許し、チームも逆転されてしまうのでした。すると落合監督はすかさず立浪選手を途中交代、翌日からスタメンを外すようになります。この時落合監督はスタメン落ちの理由を説明しなかったため、立浪選手はベンチ裏でなんで一言もないんだと激怒。もちろんレギュラー選手がスタメンを剥奪されること自体は珍しくありません。その後の努力によってスタメンに返り咲く選手が一定数いるのも事実です。しかしそれは名誉挽回のチャンスがあってこそ成り立つもの。立浪選手が指名打者以外でスタメン出場した試合は、ミスを犯した翌日から2009年までの3年半でわずか3試合のみです。これではレギュラー争いではなく干されていると表現しても何ら不思議ではないでしょう。さらにスタメンで守備についた3試合のうち2試合は PL 学園時代の同級生片岡篤選手の引退試合と自身の引退試合、いずれも監督に志願してスタメン起用を果たしたものでした。つまりあのミスを境に立浪選手のスタメン起用は落合監督の選択肢から消えたと言っても過言ではありません。立浪選手の立場から見ると、チームが苦しい時もスタメンのチャンスすら与えられない、ベンチから試合を見守るしかないという状況はチームリーダーとして思うところがあったのでしょう。立浪選手は後にこの時の状況について、いつもスタメンで出ていたからベンチでの過ごし方がわからなかった、試合に出られなくて1ヶ月くらいいろんな葛藤があったと話しています。2人のその後、もちろん落合監督は立浪選手を全く評価していなかったわけではありませんでした。落合監督は立浪選手のバッティングセンスを認めており、スタメン起用がほとんどなかった2007年以降も101試合、86試合、77試合とコンスタントに代打で起用していました。ただ立浪選手本人は引退会見で、自分の理想は打って守って走る、代打での出場が多くなってきてそろそろかなと区切りをつけたと話しており、起用法自体には不満があったようです。また引退後に、最後の3年半落合監督とはあまり関係が良くなかったと暴露する場面もありましたが、それでも立浪氏は日にちを重ねるごとに落合監督の考え方が分かり、一番野球を勉強した、一番人間的に成長させてもらった、当たり前に試合に出て控え選手の気持ちが分からなかった、若い選手たちと一緒にバットを振って出番を待った、そういった経験全てが財産とも語っており、野球人生において貴重な経験になったと語っています。ちなみにファン目線では、選手寿命を縮めた落合監督への批判とともに、ミスタードラゴンズとして晩節を汚さず引退できたのは落合監督が臆せずスタメンを外したからだと評価する声も一定数あります。事実立浪選手は引退した2009年も打率3割1分8厘をマークしており、貴重な戦力でした。ファンとしてもっと立浪選手を見たかったという声と、打てるイメージのまま引退してくれてよかったという声、どちらも気持ちがわかるだけに難しい問題と言えるでしょう。そんな立浪氏は
2022年から中日の監督に就任。立浪監督がどんな采配をするのか注目したいところです。というわけで今回は確執が噂されている落合氏と立浪氏について紹介しました。ちょっとデブじゃね？2021年の秋季キャンプ、2022年シーズンより新監督に就任したビッグボスこと新庄剛志監督にお腹のお肉をつままれながら減量指示を出された清宮幸太郎選手。清宮選手といえば早稲田実業高校時代歴代最多となる高校通算111本のホームランを放ち、鳴り物入りでプロの世界に入りますが、今日に至るまで鳴かず飛ばず。当初期待されたような結果を出すことができないまま、今年でプロ生活5年目に突入しました。そんな今一つ伸び悩んでいる清宮選手に対して、1年目の時点で俺だったら清宮を使わないと切り捨てた人物がいました。それは落合博満氏です。今回は清宮選手のこれまでの経歴と落合氏の清宮選手への評価について紹介します。プロ入り前、清宮選手が野球を始めたのは小学1年生の時。きっかけは2006年の甲子園決勝戦を見たことでした。この年の甲子園決勝戦といえば、マー君こと田中将大投手擁する駒大苫小牧高校と、ハンカチ王子こと斎藤佑樹投手擁する早稲田実業高校が2日にわたり熱闘を繰り広げた今なお語り継がれている試合です。そして小学4年生の時に軟式野球から硬式野球へ転向。リトルリーグチームの東京北砂リーグに所属すると、リトルリーグ世界選手権に出場し、投打にわたって大活躍。チームの優勝に貢献します。この大活躍にはアメリカのメディアも和製ベーブルースと称賛しました。中学卒業後は早稲田実業高校に進学。1年生ながら3番ファーストのレギュラーをつかみ、甲子園でも2本のホームランを記録し、怪物スラッガーとして高校野球ファンを沸かせました。その後もホームランを量産し、最終的に歴代最多となる高校通算111本にまで数字を伸ばし、公式戦でも通算70試合出場で打率4割5厘、ホームラン29本を放つなど活躍しました。そして迎えた2017年ドラフト会議、清宮選手は福留孝介選手に並ぶ高校生最多7球団による競合の末、交渉権を得た日本ハムに入団します。プロ入り後、ルーキーイヤーの2018年、清宮選手は1月の自主トレで右手親指の骨挫傷、オープン戦期間中に腹膜炎で緊急入院するなどアクシデントが続き、期待されていた開幕1軍を逃します。その後復帰し、5月2日の楽天戦で1軍デビューを果たすと、5月9日のオリックス戦でプロ初ホームランを記録。一見順風満帆にプロのキャリアをスタートしたかのように思えましたが、これと同時期あるテレビ番組に出演していた落合氏の見解は異なりました。落合氏は、俺だったら清宮を使わない、まだ不安がある、しばらく2軍でいいと思うと、まだ清宮選手が1軍レベルの試合ができる状態ではないことを指摘。そして、これだったら1軍に上げても問題ないという下地を俺だったら作るだろうねと俺流理論を語りました。結果的にこの予言通り、この年の清宮選手は53試合に出場し、打率2割、ホームラン7本と周囲の期待には反する成績となり、悔しいルーキーイヤーとなりました。その後も成績は停滞し、翌2019年は81試合で打率2割4厘、ホームラン7本。2020年は96試合で打率1割台、ホームラン7本。2021年は2軍にて渡辺健人選手と並び、イースタンリーグのホームラン王に輝くも打率は1割台。そして肝心の1軍出場がなしと、清宮選手にとって苦しく辛いシーズンが続いています。落合氏の評価。落合氏といえば、現役時代史上4人目かつ NPB 史上唯一となる3度の三冠王を達成し、 NPB 史上最高の右打者と言われている人物です。また2004年から2011年まで中日の監督を務め、全ての年で A クラス入りを果たし、4度のリーグ優勝、1度の日本シリーズ優勝へとチームを導くなど名将っぷりを発揮。2021年に行われたあなたが選ぶ名将アンケートでは、
子野村克也氏に次ぐ第2位に選ばれました。そんな落合氏は2022年4月 YouTube にて俺流チャンネルを開設。チャンネル内では現役選手の評論や球界にまつわる話など落合ファン並びに野球ファンにとってはたまらない内容を展開し、チャンネル開設当初から話題になりました。そんな俺流チャンネル内でついに清宮選手の話題が上がります。落合氏は清宮選手が伸び悩んでいる要因を2つほど挙げました。まずは一軍の試合に出るだけの練習量を積んでいないことです。どの選手も私は努力してます、練習してますって言いながら戦力外になっていく。本当にやっているというのは一線を越えてしまうことだ。一線を越えるとは体がクタクタになってフラフラになって頭が真っ白になる状態ということ。そのくらい練習していると言えるのか。清宮は一軍の試合に出るだけの練習量を積んでいるのか、それが今の一番の問題点と清宮選手の練習量について疑問を呈しました。また体が丈夫であれば技術はやればやるほど身につく、そうすると不安感が消えて心の病はなくなると、まずは練習に耐えられる体作りをすることが大切と考え、心技体ではなく大義心を唱えている落合氏。清宮選手は大義心の最初の文字である体ができていないと感じたのでしょう。それ以外に何か問題がある？と言い切りました。またプロ野球選手は3月から10月までの約8ヶ月間ほぼ毎日試合が開催されます。そんな中一軍で試合に出場することよりも出場し続けることが大変で、それができるのはプロ野球選手の中でもほんの一握り。厳しい環境を乗り切るための体力が必要ということでしょう。そして二つ目の要因には、自分に合った練習方法や練習量を見つけられていないことを挙げ、練習を積むにしても正しいやり方、自分に合った練習方法を習得しなければ成果が出ないと指摘しました。実際に落合氏がプロの選手を指導するときに必ず課していたのが6秒に1球のペースで打ち込むバッティング練習です。この練習方法について、ずっと打ち続けると体が疲弊してくるから自然と楽に打てるフォームになる、そのフォームこそその選手に合った打ち方だと考え、まずは自分に合ったフォームを体得することに重きを置いたそうです。そして最後は、だから朝から晩までバットを振ってろということだと俺流で総括しました。この指摘にネット上のファンたちからは、丈夫な体があれば技術はやればやるほどつく、落合さんはこれを2回言った、本当に伝えたいことなんだと思う、落合さんの話って深いし聞いてて面白い、筋が通ってて納得できる、朝から晩までバット振ってろの言葉が頭に響きましたと簡単の声が上がりました。また落合氏は、痩せようとしてるわけでしょと清宮選手が新庄監督から減量を指示されダイエットしていることに言及。痩せるのが本人にとってプラスになるのかマイナスになるのかは、それはシーズンを通してやってみなければわからない。本人が努めて痩せなければ体のキレが出ないとかっていうのであれば、それはそれでやってみればいいし、それでダメだったらまた元に戻す可能性だってなくはないだろうと思うし、と新庄監督の減量指示が吉と出るか凶と出るかはシーズンが終わってみないとわからないと語りました。実際清宮選手は減量指示から10キロ近くの大幅減量に成功しており、本人もやっぱり動きやすいです、あまり疲れないですしとコメントしている一方で、三振数が激増していることが不安視されています。今シーズン4月14日時点で14試合出場し38打席に立ち13三振を喫しており、打率も1割台。これだけを見ると今の時点では減量効果が出ているとは言い難いでしょう。しかし2022年シーズンはまだ始まったばかり。落合氏の言う通り、この減量指示がどう転ぶのか、清宮選手のシーズン終了後の成績に注目していきたいところです。そして落合氏は清宮選手について練習量と練習方法に課題があるとの見方を示しましたが、逆に言えばその課題をクリアすればまだまだ活躍するチャンスがある選手だということでしょう。素晴らしい成績を収め鳴り物入りでプロの世界に足を踏み入れても、必ずしも飛躍するとは限らない厳しいプロの世界。清宮選手にはプロの壁を乗り越えて
2022年シーズンを飛躍の年にしてほしいですね。というわけで、今回は清宮選手の経歴と落合氏の評価について紹介しました。1990年代から2000年代にかけて、ヤクルト、中日に在籍した川崎健次郎選手。ヤクルト時代の1998年に沢村賞を獲得するなど、実力が評価される一方、川崎祭り、落合政権1年目の開幕投手など、1軍登板3試合に終わった中日時代にも名前を聞く機会が多かった選手です。今回は川崎選手の野球人生についてまとめました。ヤクルト入団。まずは川崎選手のヤクルト時代を振り返りましょう。川崎選手は1988年のドラフト会議で巨人とヤクルトから1位指名を受け、抽選の結果ヤクルトへと入団。高卒1年目から4勝を挙げる活躍を見せます。翌1990年は12勝を挙げて先発ローテーションに定着すると、1991年に14勝、1993年にはシーズン10勝、日本シリーズでは2勝を挙げシリーズ MVP を獲得するなど、チームに欠かせない存在へと成長します。その後、怪我や不振で思うような成績を残せない年もありましたが、当時の監督野村克也氏が口酸っぱく言っていたシュートを覚えろというアドバイスを受け入れ習得。結果的にこれが大当たり。当時のチームメイトからシュートバカと言われるほどシュートを多用するようになり、1998年には17勝を挙げる活躍で沢村賞と最多賞を獲得します。さらにこの年はバットの芯を外す投球術で奪三振数は94と少なかったことから、シーズン奪三振が100未満で沢村賞を受賞した唯一のピッチャーになりました。このようにシュートバカ、史上唯一の100奪三振未満の沢村賞受賞者などヤクルト時代からエピソードに欠かせない川崎選手ですが、もう一つ川崎選手を代表する異名があります。それが巨人キラーです。巨人キラー川崎。川崎選手はプロ1年目の4勝のうちプロ初完封を含む2勝を巨人から挙げ、巨人キラーの片鱗を覗かせます。そして翌年以降も巨人戦では特に強さを発揮。1990年は球団史上初の巨人戦2試合連続完封勝利を達成。沢村賞を獲得した1998年は7試合に登板し6勝を挙げるなど、巨人戦通算29勝を記録し球界の名手を苦しめました。そんな巨人キラー川崎に目をつけたのが当時の中日監督星野仙一氏です。星野監督といえば現役時代長嶋茂雄選手や王貞治選手を擁した巨人を相手に闘争心を燃やし、通算で35勝31敗を記録。巨人相手の35勝は歴代6位タイ、30勝以上挙げているピッチャーでは最高勝率の5割3分を誇り、名実ともに巨人キラーとして知られています。もちろん巨人への対抗意識は監督に就任してからも同様でした。中日へと移籍。話を川崎選手へと戻しましょう。2000年オフ、川崎選手は FA 権を行使します。当初の選択肢はヤクルト残留か、かねてから憧れていたメジャー挑戦の2択だったそうですが、ヤクルトの対応によって状況が変化します。というのもヤクルトからは FA 宣言までの間数回にわたり条件の提示がありましたが、金額以前に対応の仕方に納得がいかなかったのだそう。後に本人は熱意とか誠意とか気につながるものは感じられなかった。他球団との比較検討の上出たヤクルトからの最後の条件提示が最初から出ていれば FA をせずに残留していたかもしれないと語っています。一方ヤクルトとは裏腹に川崎選手を熱心に誘ったのが中日でした。中日は2000年リーグ2位でしたが、巨人戦で9勝18敗と大きく負け越し、打倒巨人を掲げる星野監督にとって巨人戦通算29勝、その年の巨人戦でも5勝2敗防御率 1.84 とキラーっぷりを発揮していた川崎選手はどうしても欲しい存在でした。そんな中日は川崎選手を獲得するため総動員。球団社長が計40枚以上の手紙を送り、代表補佐は事あるごとに川崎選手への電話と訪問を欠かしませんでした。そして何より星野監督が川崎選手を高く評価しており、ドラゴンズにお前の気を注入してくれ、巨人にだけはとにかく勝ってくれと熱心に勧誘します。これを受けて
川崎選手も FA 宣言後のヤクルトの対応に不満を抱いていたこと、メジャー移籍を断念すると決めたことから徐々に中日移籍へと心情が傾き、最終的にはうまくいけば星野さんの巨人戦勝利数35勝に1年で追いつける、本人の前で記録を抜きたいと中日へ移籍。背番号も星野監督をはじめ中日のエース級の選手が背負ってきた20が与えられ、大いに期待されました。こうして打倒巨人に向けて新天地で活躍を目指した川崎選手でしたが、移籍1年目の2001年のオープン戦で悲劇が襲います。3月中旬の近鉄戦に登板した際、右上腕三頭筋に違和感を感じ途中降板。その後2ヶ月、3ヶ月、1年と月日が流れても一向に回復せず、病院や整体、耳つぼ、時にはお祓いに行っても改善されない原因不明の右肩痛に悩まされ続けます。当時について川崎選手は、巨人キラーと期待されて入団したにもかかわらず投げることすらできず辛かったと語っています。結果的に星野監督の記録を抜くどころか一軍のマウンドに登ることすらできず、2年が経過した2003年、ついに川崎祭りと呼ばれる匿名掲示板を利用した嫌がらせに遭遇します。川崎祭り。ことの発端は2003年4月25日、2チャンネルにおいて川崎健次郎をオールスターファン投票1位にしようというスレッドが立ったことです。現在のオールスターファン投票には会員登録が必要で、1人当たり1日1回の投票しかできない設定ですが、当時はインターネット投票が導入されたばかり、システムが整っておらず1日当たり5票まで投票可能だったことに加え、実在しない名前、住所でも認証されたため、実質的には1人何票でも投票ができました。それを利用し川崎選手には大量の組織票が集まり、ファン投票の順位がぐんぐん上昇。川崎選手本人は、最初こそ応援してくれる人、期待してくれる人がいると思って嬉しかったそうですが、オールスターが近づくにつれていたずらだと気づき、正直言って困惑している、中日のために何も働いていない自分への叱咤激励とも取れるが、僕にとっては嫌がらせ、情けない気持ち、何よりも自分自身が悔しい、今回の一票一票を自分への叱咤激励と思い、自分を応援し続けているファンへの恩返しとして一日も早く一軍登板できるように頑張ると自身の現状を考えて事態の意向を示します。その後も川崎選手に対する票は集まり続け、最終的に91万票を記録し1位を獲得。1台のパソコンからわずか半日で1000票以上投票がされていたことも判明し、インターネットの匿名性と集団心理の恐ろしさが浮き彫りになりました。川崎選手の事態を受けてファン投票2位だった井川選手が繰り上げ選出となり、川崎祭りは終了しましたが、そのインパクトは凄まじく、翌年からは投票対象選手が5試合以上登板または10投球回以上、10試合以上出場または20打席以上と条件が追加、川崎祭りのようなトラブルが起こらないよう変更されました。そんな川崎選手は翌年に違う形で再びスポットが当たります。というのも2004年の開幕戦、3年間一軍登板のなかった川崎選手が開幕投手を務めることになるのです。開幕投手川崎。川崎選手を開幕投手で起用すると決めたのは、2004年から中日の指揮を取っていた落合博満監督です。監督を務めた2004年から2011年までの8年間、投手起用は全て森重和コーチに任せていましたが、唯一自身の初陣を川崎選手に託すことだけは落合監督が決めたそうです。この大抜擢は複数の要因が重なっており、落合監督は後に全選手横一線と選手に刺激を与えること、移籍後一度も登板していない川崎選手にチャンスを与えること、先発ピッチャーについての情報漏洩がないかを確かめることなどが目的だったと語っています。さらに当時のエース川上憲伸選手は、前年に右肩関節芯の損傷と左太ももの肉離れにより5月以降の登板なし、復帰試合をできるだけ楽に投げさせてあげたいと考え、開幕3戦目での起用を決めるなど、選手に配慮した開幕投手川崎だったようです。落合監督のこの構想は早くから決まっており、2004年の年明け直後に川崎選手に対して、2004年の開幕投手は川崎、お前で行くからな
と電話を入れるほど。当の川崎選手はこの連絡を受けた時の心境を、監督になってから面識のない落合さんから連絡があり、監督から新年の挨拶の電話をするのは珍しいなと思った。開幕投手と聞いた時は驚いたけど、断る理由もなかったし勇気もなかった。これをきっかけに、もしかしたらまた投げられるようになるかもしれないと開幕投手を引き受けます。そして迎えた開幕戦、痛み止めの座薬、飲み薬を併用し、緊張と申し訳なさを持って臨みますが、1回3分の1を5失点と試合を作れず降板。その後4月下旬の登板でもアウトを1つも取れず5失点で降板。以降は2軍暮らしが続きました。最終的にはシーズン終盤に戦力外通告を受け、この年限りでの引退を決めた川崎選手。通常であればそのまま引退でもおかしくありませんが、ここで落合監督の粋な計らいを受けます。というのも、落合監督に電話で現役引退の報告をすると、明日の先発はお前だ、好きなだけ人を呼べ、チケットは取ってやると川崎選手のために晴れ舞台を用意。そして引退試合当日には落合監督が一番最初に涙を流し、川崎選手をねぎらったのだそう。これには川崎選手も感激したようで、後に落合さんには本当によくしてもらった、3年間1軍で登板していないピッチャーに開幕戦は任せない、引退試合もやってもらえない、プロ野球の最後に花道を用意してくれてありがたいと語るように、大満足で現役生活を締めくくりました。ちなみに落合監督も2011年の退任会見では、監督時代一番印象に残った試合について、3年間登板のなかった川崎選手を開幕投手に指名した一戦を挙げており、印象深い選手だったようです。というわけで、今回は川崎祭り、落合政権1年目の開幕投手として話題になった川崎選手について紹介しました。落合博満と福留孝介、中日の黄金時代を作った名監督とチームの主力選手であったこの2人、実は不仲説が支えかけていたのはご存知でしょうか。今回は落合氏と福留選手の経歴を振り返るとともに、2人の不仲説について考察していきます。不仲説のきっかけ、ことの発端は2004年、落合氏が中日の監督に就任したところから始まります。福留選手はこの時すでにチームの主力選手の一人として活躍しており、前年の2003年には140試合出場で打率3割1分3厘、ホームラン34本と素晴らしい成績を残しています。一方、落合氏は監督就任会見で、1年目は全く補強せず現有戦力の底上げのみで優勝すると宣言。そしてその宣言通り見事優勝を果たします。その後、監督就任3年目の2006年、落合氏は福留選手以外の外野陣が安定していない状況を危惧。実はこの頃、福留選手が2007年に FA 権を取得後、即メジャーへ移籍するのではないかといった噂がささやかれていたため、落合氏は何としてでも福留選手が中日でプレーしている間に外野手の世代交代を完了させたい思いがありました。しかし噂は本当に、世代交代が終わらないまま福留選手は2007年に FA 権を取得すると即行使、メジャーへと移籍します。そしてこの年以降、落合氏が恐れていた中日の外野手問題が表面化することになりますが、チームの事情も考えず FA 権取得後すぐにメジャーへの移籍を決めた福留選手に対して、落合氏は不満を覚え始めます。また不仲説の発端は移籍の件だけではありません。落合政権4年目の2007年、チームは53年ぶりに日本シリーズ優勝を果たしますが、福留選手はパレードなどの行事へ参加しませんでした。優勝パレードが行われた当日、福留選手は名古屋球場で一人汗を流しており、現場に到着したのはイベントなどが一段落した午後3時頃。パレードを見たのかと記者からの問いに、パレード見てないですと一言だけ答えました。優勝を果たした2007年シーズン、福留選手は後半戦こそ試合に出場していなかったものの、 OPS は200打席以上の選手では2位に入るなど、優勝の貢献度は高かったはずでした。しかしパレードを欠席するところを見ると、落合氏をはじめとする首脳陣との間に決定的な溝があったのかもしれません。また福留選手といえば契約更改、評価は言葉じゃなく金といったように、シーズンオフには毎年納得がいくまで球団と何度も交渉を重ねて契約更改をする姿が恒例となっていました。
落合氏も自身の評価については妥協をしない人でしたが、怪我で満足に試合に出られなかった年でさえも球団からのダウンテージを受け入れない福留選手の姿勢について思うところがあったとかなかったとか、これらの出来事から落合氏と福留選手は不仲なのではないかといった話が広がり始めます。不仲説を決定的にしたテレビ出演。メジャー移籍前の福留選手は、イチローのバットコントロールと松井のパワーを持った選手と絶賛されていました。しかし蓋を開けてみると、メジャー移籍初年度から打率2割5分前後、ホームラン10本と物足りない数字に。もともと三振数の多い打者でしたが、チャンスで三振を繰り返す姿は、イチローのバットコントロールを期待した首脳陣からの評価は急降下。カブスとも4年契約を結んで海を渡った福留選手ですが、移籍3年目の夏からはトレード要員としての噂が立ち始めます。勝負の4年目を迎える前年オフ、福留選手は落合氏と思わぬ形で再会し、強烈なダメ出しを食らってしまうのです。舞台は2010年オフに収録されたテレビ番組。ゲストとして落合氏と当時中日のヘッドコーチを務めていた森重和氏が出演。お酒を飲みながらその年の試合を振り返る趣旨の番組でした。実は収録日前日、中日は日本一を逃しており、落合氏の機嫌もさぞ悪いだろうと思われましたが、お酒の力もあって饒舌に。そして番組の中盤、メジャーリーグの話題に。司会者が、メジャーといえば中日からは福留選手が、と切り出した瞬間、落合氏は、無理、最初から無理だって、と一刀両断しますが、このやり取りの直後、なんとサプライズ的に招き入れられたのが、まさかの本人、福留選手。この気まずい雰囲気の中、飛び込まないといけない福留選手の胸中も察しますが、落合氏は手を緩めません。福留選手の成績が低迷していることを鋭く指摘すると、最後はお前アメリカはもう無理だろ、行くだけ無駄と断言。実は落合氏と福留選手の間には、メジャー挑戦前に克服すべき弱点があるとの認識は一致していたそう。落合氏は、俺はメジャーに行くのは1年早いと思ってた、行く前にこれを身につけろってオフに取り組んだことはあったよな、と2005年オフにメジャー挑戦に向けて取り組んだ練習について語り、弱点を克服せずにメジャーへの移籍を決断した福留選手について、落合氏は納得ができない部分があったようです。さらに、それがあったから次の年いい結果出したんだよ、と付け加えます。事実、2006年の福留選手の成績は凄まじく、打率はキャリアハイの3割5分1厘、ホームラン31本に加えて打点100超え、チームのリーグ優勝に貢献しました。そのため落合氏は、この2005年オフの取り組みを継続して行っていればとの思いがあり、番組内で指摘したのです。落合氏は最後まで福留選手に対し苦言を呈し、もう1年完璧に作り上げていってたかな、メジャーで活躍できない最大の欠点を俺は知っているから、と爆弾発言をしますが、この最大の欠点について番組内では最後まで語られることはありませんでした。この落合氏の一連の発言を福留選手は神妙な面持ちで聞くしかありませんでした。また司会者が福留選手に対し、日本でプレーしていた時の落合氏の印象を尋ねると、福留選手は何も言わないとコメント。落合氏からどんな打撃指導を受けたのかとの質問にも、バッティングのことを聞いても理解するのがとても難しかった、真似しようとしてもできないし、僕にはできないと思った、と語り、落合氏も超人ぶりを表現したかったのか、ただ単に指導内容が意味不明だったという意味だったのか、是とも非とも取れるような発言をしていました。この番組をきっかけに、二人の不仲は一気に加速したと言われています。日本球界復帰、球団選びの決断は落合氏？落合氏の予言が的中したのか、福留選手はその後もメジャーで満足な成績を上げられず、2013年に日本球界へ復帰します。まだまだ勝負強いバッティングが魅力の福留選手には、日本の複数球団から獲得オファーがあったと言われています。ちなみに、最も高い年俸で交渉をしていたと言われているのが、横浜 DeNA ベイスターズ。若手中心のチームにお手本的な役割も期待して、福留選手にオファーを出していました。しかし、福留選手が契約したのは阪神タイガース。契約交渉では、あご手この手を使って金額を引き上げる福留選手が、条件面では劣っていると言われていた阪神を選んだことは驚きをもって報道されました。福留選手が阪神を選んだ理由と言われているのは、このオフ、横浜の監督に落合氏が就任すると噂されたからです。これまで様々な因縁があり、落合氏の下でプレーしたくないと思ったのでしょうか。阪神入団後の福留選手は、積極的に若手とのコミュニケーションを取る姿が見られ、最終的に阪神には8年間在籍。また、
メジャー在籍時に起きた東日本大震災の際には100万ドル、日本円にして8000万円ほどを寄付。これはイチロー選手、松坂大輔選手、アレックス・ラミレス選手と並んでスポーツ選手としても最高額の寄付だったそうです。これにはネット上でも福留は言葉ではなく金額で被災地に誠意を示したと簡単の声が聞かれました。こうしてプロ野球選手としてどうあるべきか、異国の地からお手本的な役回りもこなしていました。2021年シーズンからは古巣中日へ戻りプレー。前世紀と比べ思うような成績が残せていないのは事実ですが、プロ野球選手の引退平均年齢が30歳前後と言われている中、45歳となった今も現役を続けている福留選手がいかにすごいかがわかります。一方、落合氏は2011年に中日の監督を退任。指揮を取った8年間全ての年で A クラス入りを果たし、4度のリーグ優勝、1度の日本シリーズ優勝を達成。2021年に発表されたあなたが選ぶ最高の名将ランキングでは、あの名将で知られる長嶋茂雄氏や星野仙一氏を抑え見事2位に選ばれるなど、名将としてその名を刻みました。2022年からは YouTube チャンネル、おげりゅうチャンネルを開設。人生相談や野球関連の話などファンとの交流を深めています。ちなみに福留選手が帰国してから現在に至るまで、落合氏とコンタクトを取っている姿を公の場では見かけていません。しかし中には福留氏は落合氏を嫌っていない、同じバッターとして落合氏をとても尊敬していたと語るファンもいて、この二人の不仲は本当なのか真実が気になるところです。というわけで今回は落合氏と福留選手の不仲説について考察しました。3度の三冠王という NPB 史上唯一の偉業を達成した日本最高の右打者の一人でありながら、中日の監督を務めた8年間全ての年で A クラス入りを果たし、4度のリーグ優勝、1度の日本シリーズ優勝を成し遂げた男、落合博満。今回はそんな落合氏が認めた選手たちをご紹介いたします。江川卓、高校時代は公式戦で9度のノーヒットノーランを達成するなど数々の記録を打ち立て、東京六大学野球では通算17完封という連盟記録を残すなどした怪物江川投手。1978年のドラフトではちょっとしたトラブルがあったものの、最終的には巨人に入団することになります。いろいろな意味で注目されていた江川投手ですが、ルーキーイヤーの成績は9勝10敗と悔しい結果に。しかし2年目の1980年に最多勝、最多奪三振、ベストナインを獲得。翌年も20勝6敗、防御率 2.29、221奪三振、20完投という圧巻の成績で NPB 史上6人目の投手5冠達成者となるなど、その力を遺憾なく発揮します。また翌1982年も19勝を挙げるなどし、沢村賞の選考基準を全て満たすという圧巻の活躍。1983年も16勝をマークしましたが、この年の夏頃から古傷の右肩痛に悩まされるようになり、結果的に1987年にプロ9年目という速さで現役を引退することになります。しかし肩を痛めた1983年以降も引退まで毎年2桁勝利をマークし続けていたというから驚きです。このように誰もが認める大投手ですが、プロ入り同期で2歳年上の落合氏もやはり一目置いており、1984年にオールスターで江川投手と対戦した際には、球は現役投手で一番速い、なぜこれほどの投手が打たれるのかわからないと10回しました。さらに1986年オフ、落合氏がロッテから中日にトレード移籍した際の入団会見では、セリーグで対戦したい投手は誰かという質問に江川投手の名を挙げ、昔からリーグナンバーワンのピッチャーと思っていたとコメントし、もう落ち目だろうと揶揄する記者に対して、落ち目のピッチャーは15も勝てませんと反論しています。また2018年のテレビ番組で巨人の監督候補の話題になった際には、江川を見てみたい、江川の野球だけは想像つかないからやらせてみたいと太鼓判を押しました。郭大元。台湾の農家で育った郭投手はワールドカップやオリンピックの台湾代表として活躍。江川卓クラスの怪物、プロ野球でも20勝は間違いなしとその噂は日本にも広まっていました。 NPB のみならずメジャー関係者からも注目を集め、最終的には1984年に西武へ入団することが決定します。デビュー戦はプロ1年目となる1985年4月に行われた近鉄戦でしたが、なんといきなり完投勝利を達成。そのまま4月の月間 MVP を獲得し、その後も6月の日本ハム戦でノーヒットノーランを達成するなど、最速156キロのストレートやキレのいい高速スライダーを武器に活躍。
シーズンの途中から肩を痛め離脱したものの、最終的には15登板で9勝という成績を残しました。翌年は前年の故障が響いて本領発揮とはならなかったものの、1987年は13勝を挙げ、自身初の2桁勝利を達成。また台湾のヒーロー王貞治監督率いる巨人との日本シリーズで江川投手との投手戦を制しています。その後も1988年に初タイトルの最高勝率を獲得、1991年にはパ・リーグ歴代2位記録の9連続完投勝利や2ヶ月連続で月間 MVP を受賞するなど躍動し、渡辺久信投手や工藤公康投手らと共に黄金時代の投手陣を支える大きな柱となりました。そんな各投手について落合氏は、初めて私に本物のスライダーの衝撃を与え完璧に抑え込んだ男と、その実力を高く評価。さらに超一流の上にもう一つ超がつくスライダーには感服させられた。私といえども攻略の糸口さえ見出せない強力なウィニングショットだったと、手放しで各投手の実力を絶賛しました。実際に落合氏が2年連続の三冠王、50ホームランなどを達成し、絶好調だった1985年、86年の対戦成績は通算12打数1安打とほぼ完全に抑え込まれていることからも、その言葉に偽りはないことがわかります。前田智則。高校生の次元を超えた天才的な打撃センスを誇る前田選手は、1989年にドラフト4位で広島に入団。プロ1年目の1990年は56試合に出場すると、2年目の1991年はオープン戦から5打数5安打と絶好調で、見事1番センターの開幕スタメンを勝ち取ります。その初回、前田選手は先頭打者ホームランを記録。プロ初ホームランを開幕戦の初回先頭打者として飾ったのは NPB 史上初という快挙です。6月以降は2番を務め、最終的に129試合に出場。打率2割7分1厘、4ホームラン、25打点、14盗塁を記録。外野手としては史上最年少でゴールデングラブ賞を受賞しました。その後の活躍は目覚ましく、1992年から3年連続打率3割をマークし、1994年まで4年連続のゴールデングラブ賞と3年連続のベストナインを獲得しています。そんな前田選手に悲劇が訪れたのが1995年。右アキレス腱断裂という選手生命すらも危うい大怪我を負ってしまったのです。実際この怪我はこの年以降のプレーに大きく響いていくことになります。しかし前田選手がすごいのは、大怪我をした翌年の1996年から1999年まで打率3割を達成し、2005年には怪我の後目標にしていた全試合出場を成し遂げ、そして2007年9月1日に NPB 史上36人目となる2000本安打を達成するなど、その後も主力として活躍し続けたことです。相次ぐ故障と付き合いながら、2013年に引退するまで24年間にも及ぶプロ野球人生を全うしました。そんな前田選手について、落合氏は1999年のインタビューで、今の日本球界に俺は2人の天才打者がいると思っている。1人がオリックスのイチローで、もう1人が前田なんだ。前田の打撃はプロ野球50年の歴史の中でずっと理想とされてきたフォームと言える、などと高く評価しており、自身が打撃指導する際には真似していいのは前田だけと助言することが多かったそうです。中村剛也。あの打ち方は他の人も真似していいと思う、教科書通りじゃない？と落合氏の口から手本にすべき選手として名前が挙がったのが、おかわりくんこと西武中村選手です。出生時の体重が4295g と大きく生まれ、少年野球チームの監督でもあった父の影響で5歳から野球を始めた中村選手は、ホームランバッターになれという父の口癖を体現するように高校通算83ホームランを記録し、2001年のドラフト2位で西武に入団しました。2年目の2003年にイースタンリーグでホームラン王を獲得し、2005年には1軍で22ホームランを記録。ターニングポイントとなったのは2008年。この年の中村選手はリーグ最多の162三振を喫したのですが、それと引き換えにホームランを量産し、西武の日本人選手としては歴代最多である46本ものアーチを放ちました。そして2009年は打率2割8分5厘、48ホームラン、122打点という成績で2年連続のホームラン王と自身初の打点王に。2010年は故障や手術の影響で25ホームランにとどまったものの、2011年には復調し、この年から導入された統一球の影響で強打者が軒並み苦しむ中で、中村選手は自己最多タイの48ホームランを記録して、ホームラン王と打点王の2冠に輝いています。その後も30本前後のホームランを記録し続け、2008年以降で2桁ホームランに届かなかった年は2013年と2020年のみ。またこれまでホームラン王を6回、打点王を4回獲得しており、通算6度のホームラン王は王貞治選手の15回、野村克也選手の9回に次いで歴代3位の記録です。2021年シーズンは123試合に出場し、ホームランは18本をマーク。
打点はチームトップの74打点を記録し、打率はリーグ7位の2割8分4厘で、自身初の打率10決入りを果たすなど、38歳の今でも第一線で活躍しています。秀則、愛知大学野球リーグで、春・秋季、ベストナイン外野手に選出されるなど、実績を残した秀則選手は、1998年にドラフト4位で中日に入団しました。3年目の2001年に初めて1軍出場すると、その後徐々に出場機会を増やしていき、2004年には新監督に就任した落合氏の掲げる俺流野球の一つ、一芸に秀でた選手が必要を象徴する選手として、俊足強肩を生かした高い守備力をアピールし、開幕から1軍の舞台で活躍するようになります。同年6月の阪神戦では、犠牲フライには十分という打球を好返球して三塁ランナーを刺し、勝利に貢献。守備での活躍でお立ち台に立つという珍しい経験をし、このプレーが秀則選手の名を知らしめるきっかけともなりました。この年は自身初のゴールデングラブ賞も受賞しています。2005年以降も守備固めや代走で活躍しましたが、一方で1年間フルシーズンで戦う体力がないという欠点によって、レギュラー完全定着とはならず、2012年に球団から来シーズンの構想外を通達され、現役を引退しました。なお引退セレモニーではホームベースからボールを投げてライトのポールに直撃させるという超遠投を披露。アンコールに応えた2投目ではライトスタンドに放り込み、多くのファンからまだやれるだろうと早すぎる引退を惜しまれました。また秀則選手は幼い頃から落合氏のファンだったため、中日の監督に就任した際は誰よりも喜んだそう。落合氏もまた秀則選手がフライを落球してしまった際に、あいつが取れないなら誰も取れないよとコメントしたり、気迫のヘッドスライディングで同点のホームインをもたらし、その後の逆転を呼び込んだ際には、秀則はプロだと絶賛するなど、秀則選手のことを認め、全幅の信頼を寄せていました。というわけで、今回の動画は以上です。ちなみに、2011年のテレビ番組で、現役最高の右打者は誰かという質問に対し、アレックス・ラミレス選手の名前を挙げましたが、引退選手を含めると誰かという問いには、俺しかいないじゃないかと即答しています。2012年、落合博満氏は三冠王を狙える選手について聞かれた際、強いて言えば、日本ハムのあのでかいやつ、中田翔と答え、その能力を高く評価していました。その後、中田選手は球界を代表する選手に成長するも、2021年以降は成績が低迷、暴力事件、巨人への移籍、20キロの増量と、プレー以外の話題がつきません。そこで今回は、現在の中田選手を、落合氏はどのように評価しているのか、中田選手の経歴を振り返りながら考察していきます。プロ入り前の中田選手はまさに野球エリート。大阪桐蔭高校では入学後すぐにレギュラーに定着、1年生の夏に甲子園デビューを果たすと、打ってはホームラン、投げては最速147キロを計測するなど、スーパー1年生としてその名を全国に轟かせました。その後も順調に成長し、2年生の時にはバッターとして推定飛距離 170m のホームランを放つ、ピッチャーとして151キロを計測すると、高校通算では当時の史上最多記録ホームラン87本を記録し、平成の怪物と称されました。そんな中田選手は当然、2007年ドラフト会議では目玉選手として注目を集め、日本ハム、阪神、オリックス、ソフトバンクの4球団が競合。結果、交渉権を獲得した日本ハムに、高卒新人としては史上5人目となる契約金1億円、出来高5000万円、年俸1500万円の最高待遇で入団します。背番号は、同年オフに現役引退したミスターファイターズ、田中幸雄選手が着用していた6を与えられるなど、大きな期待がかけられました。ちなみに、中田選手がドラフトで指名された2007年、落合氏は中日の監督を務めており、中田選手についてコメントすることはありませんでした。ただ、落合氏は後に、史上最高の高校生選手は誰かと聞かれた際には、清原と即答。そして、その清原氏が、中田選手について、初めて自分よりすごい高校生が出てきたと思ったと評価しており、才能は別格だったのでしょう。こうして、鳴り物入りで日本ハムに入団した中田選手ですが、1年目の2008年は1軍出場試合数0、翌2009年はプロ初ヒットを記録するもホームランはなし、翌2010年は開幕スタメンをつかむも左膝半月板を損傷し、5月に手術を受けるなど、プロの壁に苦しみます。ただ2軍では2009年にイースタンリーグ史上最多のホームラン30本を記録しており、期待の若手としては申し分ない成績でした。そんな中田選手は2011年にレギュラーに定着すると、リーグ3位の
ホームラン18本、91打点をマーク。そんな中田選手に対して、落合氏は高評価を示します。2012年の講演会で、三冠王を狙える選手について問われたところ、一度は、いません、と発言したものの、続けて、まずホームランを打てる選手でないと権利がない。だから、強いて言えば、日本ハムのあのでかいやつ、中田翔、と名前を挙げます。ただ、気になるところもあるようで、物事には予備動作ってものがあるって、誰か教えてやれよ。あんなキカイダーみたいな打ち方じゃダメと注文もつけています。当時の中田選手は足を大きく開き腰を落とした状態からノーステップで振り抜くガニ股打法と呼ばれたフォームでした。このフォームでは目線がぶれにくく確実性が増すと言われていますが中田選手には当てはまらず2011年の打率は2割3分7厘2012年はシーズン途中からフォームを変えたものの2割3分9厘と低打率に終わります。しかし2013年は大きく成長。もともと苦手なコースや難しい球にも手を出しての凡退が課題でしたが我慢を覚えます。開幕当初こそなかなか当たりの出なかったものの4月後半から調子を上げると一時期3割4分台にまで上昇。解説者の間でもタイミングの取り方が抜群に上手くなった。いいバッターというのはどんな時も自分のタイミングで打てる。ようやく中田もその域に達したのかなと思う。自分のポイントで打てればヒットになる確率も高くなるし、もともと長打力はあるのでホームランも増えるでしょう。三冠王を取っても不思議じゃない、と言われるまでに。しかし、8月の楽天戦で左手甲にデッドボールを受けて戦線離脱。残りのシーズンを棒に振ったものの、打率3割5厘、ホームラン28本、73打点の成績を残し、キカイダーのような打ち方をやめたら三冠王の可能性がある、と語った落合氏の軽眼が光りました。その後、打率は2割半ばにとどまりますが、2014年は100打点を挙げて初タイトルである打点王、2015年は自身初の30ホーマー、2016年は打率2割5分、ホームラン25本、110打点でリーグ優勝日本一に貢献と、リーグを代表する打者として堂々たる成績を残します。そして2017年、FA 権取得を迎えます。FA 権取得。中田選手が FA 権を取得した2017年は開幕から絶不調。本人が WBC に向けてタイミングと打つポイントを変えたが結果として裏目になってしまった。このままで終わったらやばいと焦りスランプから脱却できないまま終わってしまったと語ったようにシーズンの大半で打率2割3分を下回ります。最終成績は打率2割1分6厘ホームラン16本67打点。注目されていた去就についても不甲斐ない成績でチームを去ることはできないと残留しました。ただ落合氏は不調だったこの年の中田選手に対しても高評価。中田翔は日本ハムを含めて12球団が必要とするでしょうと語りました。その予想通り翌2018年は復調し打率2割6分5厘ホームラン25本106打点をマーク。その後日本ハムと3年契約を結び残留を決めた際の中田選手は球団からぜひ残ってほしいという言葉が胸に刺さりましたし家族を含めてみんな北海道が大好き。ファンの皆さんのためにまだまだできていないことがあると改めて思い結論を出しましたと語ります。そして2019年はホームラン24本、2020年はホームラン31本、108打点で自身3度目の打点王に輝きチームを牽引。大将と呼ばれ日本ハムのチームリーダーとして活躍を続けていました。しかし2021年に大きな問題を起こしてしまいます。暴力事件。中田選手は学生時代からやんちゃな一面がありました。例えば素行不良で地元の高校はどこも受け入れてくれなかった。高校時代気に入らない先輩を乾燥機に突っ込んだといったエピソードが存在します。そんな中田選手はプロ入り後も例えば2008年の春季キャンプでは宿舎の窓からエアガンで報道陣を狙撃したり2018年には SNS 上にショッピングカートに乗った画像をアップし炎上したりと相変わらずのやんちゃっぷりを披露していました。いずれも褒められるべき行動ではありませんが北のジャイアンを自称しシーズンの目標をクリアできた後輩選手にブランド品をプレゼントする中田賞を設けるなど憎めないキャラクターで慕われていたのもまた事実。しかし2021年の行動はあまりにも度が過ぎていました。例えば4月のソフトバンク戦でチャンスに3度凡退します。開幕から打撃不振だった鬱憤も溜まっていたようでベンチではバットをへし折りその後転倒。翌日には右目を晴らしてグラウンドに現れました。その後も調子は上がらず5月には再調整のため登録抹消。6月に1軍復帰を果たすも数日後には急性腰痛を発症し再び2軍落ち。前半戦は39試合の出場で打率1割9分3厘ホームラン4本13打点と苦しみました。そして、K
決定的だったのが8月の暴力事件です。試合前のベンチ裏で同僚選手に対して暴力行為を行っていたことが発覚。試合中に球場からの退場と自宅謹慎を命じられ、その後出場停止処分が課されました。そしてさらに問題になったのがその後の球団の対応です。暴力事件が発生したわずか2週間後に無償トレードで巨人に移籍すると、日本ハム球団から課されていた出場停止処分も解除。翌21日には出場選手登録され、代打で巨人中田として試合に出場しました。この対応には日本ハムが無責任、トレードより前に日本ハムの中田翔として謝罪と説明責任を果たすべきだ、ちゃんと謹慎させた上でオフにでもトレードすべきなどと、あまりにも早すぎる謹慎解除に批判が集まりました。この一連の騒動について落合氏のコメントはありませんが、中日監督時代は一切の体罰、暴力を認めず暴力反対派として知られています。コーチ陣だけでなく選手たちにも体罰厳禁を申し付けており、それでも手を出してしまった選手は厳しく処分、表沙汰にはなっていないものの、手を出した選手は必ずユニフォームを脱がされていたようです。仮に日本ハム巨人の監督が落合氏だった場合、異なる対応が取られていたでしょう。巨人移籍後の中田選手は思うような活躍ができません。選手登録の翌日、移籍後初スタメンを果たした際はホームランを放ちますが、その後は打率1割台と低迷。移籍後の成績は34試合で打率1割5分4厘、ホームラン3本に終わります。契約更改では、今年は自分を出せないまま終わってしまった、プレースタイルもスイングも萎縮してしまっていた、迷惑をかけてしまったことに関しては自分の中で受け止めて、もっと結果を残して恩返ししたいと語りました。そして心機一転臨んだ2022年の春季キャンプでは20キロ増量した姿で登場。球界関係者からは賛否両論の声が上がりました。これに関しては落合氏も自身の YouTube チャンネルで取り上げ、体重を増やすことで飛距離は伸びる、俺の場合そうだったと、現役当時77キロから86キロに増やした経験から増量自体には賛成の立場を取ります。一方で怪我の元になる可能性も出てくるとも付け加え、最終的にはゲームに出て結果を残してこれでシーズンを乗り切った、1シーズン2シーズン3シーズン続いてきて、これが俺の理想の体重なんだと分かればいい、結果が全ての世界、周りが20キロ増やしたとかどうこういう問題じゃない、本人がこれから取り組んでいく野球の中でベストの選択肢と思うんだったらそのやり方でいいんだろうと語りました。ちなみに落合氏は2022年5月、現役選手の三冠王について可能性はあると思いますと口にし、巨人の岡本、ヤクルトの村上、それから西武の山川、ソフトバンクの柳田と4選手の名前を挙げ、かつて三冠王候補に挙げていた中田選手の名前はありませんでした。というわけで今回は中田選手の経歴と落合氏の評価をまとめました。落合博満と原辰徳、どちらも現役時代球界を代表する選手として多くのファンを魅了してきました。その上、落合氏と原氏は監督としても一流、中日と巨人を幾度となく優勝に導いてきました。さらに原氏に至っては第2回 WBC で世界一も達成しています。このように選手として監督として輝かしい経歴を持つ2人ですが、どうやら落合氏と原氏はあまり仲が良くないという噂があります。そこで今回は落合氏と原氏の簡単な経歴と2人の確執について考察します。経歴、まずは落合氏の経歴から紹介します。落合氏は1978年にロッテからドラフト3位指名を受け入団。1年目の1979年は目立った成績を残すことができなかったものの、2年目の1980年に57試合の出場ながらホームラン15本を放ち、持ち前の長打力を見せつけます。そして迎えたプロ3年目となる1981年シーズン、127試合の出場で打率3割2分6厘、ホームラン33本、90打点という成績を残し大ブレイク。さらに翌1982年も128試合の出場で打率3割2分5厘、ホームラン32本、99打点という成績をマークした落合氏は戦後最年少での三冠王に輝きました。その後も打率3割、ホームラン30本超えを毎年のように達成します。特に圧巻だったのは2度目の三冠王に輝いた1985年シーズンです。130試合の出場で打率3割6分7厘、ホームラン52本、146打点と他を寄せ付けない圧倒的な成績を残しました。翌1986年も三冠王に輝いた落合氏は
その後、中日、巨人、日本ハムでもプレーし、1998年限りで現役を引退しました。長いプロ野球の歴史において三冠王を3度達成したのは落合氏ただ一人です。歴代最強の打者といっても過言ではないでしょう。続いては原氏の経歴について紹介します。原氏は高校時代から大活躍、1年生の時から名門東海大相模高校の中軸を任されます。そして2年生の春の甲子園ではチームの準優勝に大きく貢献。さらにその甘いルックスからスター性も抜群で、夏の県大会決勝で川崎球場を超満員にするなど原フィーバーを巻き起こすほどでした。その後進学先の東海大学でも活躍した原氏は1980年に巨人からドラフト1位指名を受け入団。1年目の1981年シーズンからチームの中心選手として125試合に出場すると、打率2割6分8厘、ホームラン22本、67打点という成績で見事新人王に輝きました。さらにプロ3年目の1983年シーズンには130試合の出場で打率3割2厘、ホームラン32本、103打点という成績で打点王、ベスト9、さらには同年の MVP に選出される活躍でチームのリーグ優勝にも大きく貢献しました。その後も巨人一筋で活躍し続けた原氏はシーズン30本超えを6度達成するなど、15年のプロ生活で通算382本のホームランを記録。1995年限りで現役を引退しました。2人の現役時代を振り返ったところで、いよいよここからは落合氏と原氏の間に流れる不仲説について考察していきます。不仲説が流れている理由1、ライバル落合博満の巨人入団。2人の間に不仲説が流れている理由の1つ目は落合氏が巨人に入団したことです。1993年のシーズンオフ、当時中日に在籍していた落合氏は FA 権を行使、長嶋監督からの熱烈なラブコールを受けて巨人への入団を決意しました。落合氏が巨人に入団したことでレギュラー争いはより熾烈に。原氏と落合氏は共に内野手で、バッターとしても同じ右の長距離砲でした。特に原氏は前年の1993年シーズン、打率2割2分9厘、ホームラン11本と不本意な成績に終わっていただけに、チーム内での立場はより厳しくなっていたものだと思われます。そうした状況に原氏は焦っていたのか、シーズン開幕前にアキレス腱を部分断裂してしまいます。その後6月に復帰を果たしますが、与えられた打順は7番。当時の心境は本人にしか分かりませんが、長年チームの4番として活躍を続けてきた原氏にとって心境は決して穏やかなものではなかったことでしょう。最終的にこの年、原氏は67試合の出場で打率2割9分、ホームラン14本、36打点という成績でシーズンを終えました。一方の落合氏は前世紀と比べたら成績は落ちたものの、レギュラーシーズンのほぼ全試合で4番として出場し、打率2割8分、ホームラン15本、68打点という成績を残しました。もちろんプロの世界においては結果が全てではありますが、落合氏に4番の座を奪われたことに対して少なからず嫉妬心や憎む気持ちがあったのかもしれません。そのような背景が2人の間に不仲説が流れた一つの要因だと言えるのではないでしょうか。不仲説が流れている理由に、落合中日による WBC ボイコット。2つ目の理由は、原氏が代表監督を務めた第2回 WBC で落合氏が率いる中日の全選手が出場を辞退したことです。代表監督を務めることになった原氏は各球団に対して選手派遣の協力を要請します。各球団がその協力に応じる中、唯一応じない球団がありました。その球団こそが落合氏が当時監督を務めていた中日ドラゴンズです。中日の選手からは岩瀬仁紀選手、浅尾拓也選手、高橋明文選手、森野雅彦選手の4名が第一次候補に選出されていましたが、なんと全員が出場を辞退。もちろん選手それぞれに事情があるため、ある程度仕方ない部分はあります。実際他の球団でも辞退者は出ています。ただここで問題なのは、中日側は辞退した理由を一切説明しなかったことです。他の球団の辞退者は球団側が本人のコメントを交えて辞退の理由を説明していました。ところが中日だけは辞退の理由を説明することなく、辞退と返答しただけでした。
これには原氏も、一球団においては誰一人も協力者がいなかった、やや寂しいことでしたとコメント。では一体なぜ中日は WBC をボイコットしたのでしょうか。その理由として、第2回 WBC の前年2008年に開催された北京オリンピックでの出来事が挙げられます。北京オリンピックには中日から川上憲伸選手、岩瀬仁紀選手、荒木正弘選手、森野雅彦選手の4人が選出されていました。ところがこのオリンピックで川上選手と岩瀬選手は故障してしまいます。さらに岩瀬選手に至っては、日本がオリンピックで喫した5敗のうち3つで岩瀬投手が敗戦投手でした。こうした日本代表での苦い経験が WBC 出場を辞退した理由の一つだと考えられます。確かにこうした背景には同情できますが、辞退するのならせめてその理由は伝えてほしいものです。理由も述べずに辞退してしまったことが、2人の間に不仲説が流れた理由の一つだと言えるのではないでしょうか。不仲説が流れている理由3、原采配への数々の苦言。2人の間に不仲説が流れる3つ目の理由は、落合氏が見せた原采配への数々の苦言です。2012年4月19日に名古屋ドームで開催された中日と巨人の一戦、この試合を前年までチームを率いていた落合氏がテレビ中継の解説を務めました。すると落合氏は原氏の采配に対して次々にツッコミを入れていきます。例えば4対1で中日が3点リードで迎えた6回表、この回巨人の先頭打者3番長野選手がライト前ヒットを放ちます。しかし続く4番阿部選手はキャッチャーファールフライに倒れてしまいます。ワンアウトランナー1塁で打席に立つのは5番村田選手。すると巨人ベンチが仕掛けます。3球目に巨人ベンチは長野選手に盗塁のサインを出します。ところがあえなくアウトに。結局その後村田選手もセカンドゴロに倒れ、巨人は反撃のチャンスを逃してしまいました。すると落合氏は長野選手への盗塁のサインについて以下のように苦言を呈します。私には考えられません。動かすなら阿部のところ。走らせることは悪くない。成功した失敗したじゃなく展開を考えたらね。あれ以降巨人の打者は誰も塁に出ていない。これで終わったという感じを持ったんじゃないか。ちょっと残念です。巨人とやっててどっしりと攻撃されるのが嫌だった。あの強力打線ですからホームランを打たれるのが一番嫌だった。送ったり走ったり動いてくれると楽だった。その最たるものですと原氏の采配をバッサリと切り捨てます。結局この試合は中日がリードを守り抜き4対1で勝利を飾りました。また落合氏は別の日に開催された講演会でも原氏の采配について次のように語っていました。巨人は立つがベンチで寝ていれば勝つ。あの打線の組み方は嫌でも何でもない。選手のプライドをズタズタにしているからうまいこと機能しないと容赦なく原氏の采配や選手起用に苦言を呈していました。こうした原氏の采配に対する数々の苦言も両者の間に不仲説が流れるようになった理由の一つだと言えるのではないでしょうか。ということで今回は落合氏と原氏の間に不仲説が流れる要因について考察してきました。両者の不仲にまつわるエピソードが他にもありましたら今後の動画制作に役立てたいのでぜひコメント欄で教えてください。本日はご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは。